場のゲーム作家マサです。今ですね、後ろに見えてるのはね、赤坂御所なんですね。赤坂御所広いんでずーっと緑が見えてます。こっちもですね。で、ちょっと後ろに見えてるのが、バス停があって、この辺に見てるのがね、カナダ大使館なんですよ。カナダ大使館があって、こっち側にね、蒼月ホール、蒼月会館っていうね、高い建物がこう見えてますけど、これがね、蒼月会館、なんか丹下健三さんの建築とは聞いてるんだけど、ちょっと新しいんで、もしかしたら改築したのかもしれないですね。で、今ですね、今日泊まる富山県赤坂会館っていうところに向かってるんですけど、もうこのすぐ近くです。で、今ね、ちょっと公園歩いてるんですけど、こんな公園です。で、この公園がね、知らなかったんですけど、高橋ゴレキ王、記念公園っていうね、なんかこう素敵な名前のついた公園ですね。で、そこをね、通り抜けてからホテルに行こうと思います。でね、今日のホテルもね、富山県赤坂会館か。ものすごくね、リーズナブルで。まあ、それはまた後でお伝えしますけど、場所もね、素敵だし、一応ね、いろんな安いホテルあるけどね、その中でね、いいところを、ピックアップしたつもりなんでね、選んでます。今ちょっとこの小川をね、石伝いになんとか歩いて、ひょいと飛び越えたところです。で、高橋ゴレキ王さんのね、記念公園なんで、きっと、銅像かなんかあると思うんでね、向かってます。で、さっき言ってた後ろこう見えてるのね、あれが建物ね、この辺に見えてるのがカナダ大使館です。さてさて、ちょっと日本庭園のような公園を通り抜けて、ありましたね。高橋ゴレキ王さんに向かって今、ここですね、いらっしゃいました。この方です。さあ、お参りというかね、ご挨拶させていただきたいと思います。高橋ゴレキ王像って書いてますね。さあ、ちょっとこの、ツーショットをさせていただきますけど、こんな方ですね。おー、優しそうな顔されてますね。よく見ると、仏の顔ですね。これは上を向いてらっしゃるんで、世の中を、あんまりこう下向きでなく前向きに上向きに生きてらっしゃる方ですね。ではここでご挨拶させていただきます。高橋小池先生、この辺りを泊まらせていただきます。いつもお世話になってます。いいですね。なんかお参りなのか、下の方にどんぐりが備えられてましたけど、なぜどんぐりがあるか分かりませんけど、はい、じゃあホテルに向かいます。でね、まあこう景色ね、いいんでね、歩いてるんですけど、ちょっとどういうホテルかまだわかんないんですけど、結構いろいろ調べるとね、いいホテルって安くてもあるしね。うん、今日も楽しみですよ。そんなね、ホテルが立派だとかじゃなくて、周りの環境がいいっていうのは結構重要なんでね。こんな高橋ゴレキ王記念公園なんかがあるというね、公園、近くにあるホテルなんて素敵ですね。はい、これ見えてるのが、こっち側がね、高橋ゴレキ王記念公園で、前に見てるのがドイツ文化会館だ。こうだな。こっちだな。お、このね、こうちょっと見えてる建物、この辺に見えてる建物がドイツ文化会館ですね。お、ドイツ大使館ではなくて文化会館なんだけど、なんかいいですね。文化的な建物が近くにあって、これね、あと地図で見たらね、今日泊まるホテル、この文化会館の隣だったんですね。文化的なものの横にあるっていうのが多いですね。はい、で文化会館を横目に歩きます。さてさて、あ、見えてきた、富山県赤坂会館、すぐそこですね。うん、この先がね、坂になってるんですけど、後ろをよく見ると。で、ちょっと看板が、見えるかな？この緑色の看板見えてるんでね。富山県赤坂会館です。こうした方がいい、見やすいのかな？なんかいいね、県がやってるってことはね、ある程度しっかりしてる。富山県赤坂会館です。で、これが旧ホテル、泊まるホテルですね。おー、いいですね。ただチェックインがね、3時なんで、
もう1時間ぐらい時間があるんでね、また後にしますけど。はい、京都丸ホテルの近くの紹介でした。いいなと思ったのがですね、これが泊まるホテルなんですけど、6階建てぐらいなんですけど、隣がさ、空き地じゃないですか。で、こんな感じなんで、景色もいいんじゃないかなと思ってね、そんな期待もちょっとしてます。では今からチェックインします。はい、7階のね、707号室一番奥の部屋で、なんか運がいい気がしてます。はい、ここですね。じゃあ入ってみましょう。もういいですね、この景色ですよ。これ見えますかね。今逆光で私の顔見えないと思うんですけど、最高でしょ。で、こっちもね、最高で、お部屋はね、二段ベッドではあるんですけど、この二段ベッドでどっち泊まってもいいと。もう一人で泊まってるんで。で、お風呂はまあ共同なみたいなんですけど、朝はシャワーみたいです。これ私ですね。はい、はい。まあ、テレビもね、コンパクトで小さいのがあって、机広いでしょ。てか何よりね、この景色ですよ。この景色をね、この値段で1200円ぐらいでね、堪能できるなんて最高ですよ。あの、もっと東京とかね、東京都がやってるキャンペーンもあるんですけど、ちょっとね、そういうのは抜きに、もっとね、探せばいいのあるんでね、まあ、この富山県赤坂会館、場所によっても最高ですよ。ちなみに私がたまたま最高の部屋だったのかもしれないですね。角部屋だし、窓2つあって、ね。さっきもね、いろいろ説明してたかもしれないんですけど、見えてるのがね、この緑の公園が、高橋惟喜を記念公園でしょ。で、その奥の三角形の屋根が、カナダ大使館で、これ私だけど、ちょっと見えてるのが、丹下健三さんが設計した、草月ホールだっけ、草月会館だっけ、まあ、それがリニューアルしたのかな、近代的だからという感じなんですけどね。もちろんこっちの方はね、ミッドタウンに、ミッドタウンのレジデンスかな、六本木ヒルズのレジデンスも見えてますね。ちょっと六本木ヒルズがちょこっと見えてる感じですね。まあ、ビルにちょっと隠れてますけど、まあ、こんな感じですよ。もう一回見せますね、こっち。うわ、太陽眩しかったらごめんなさい。で、窓をね、一応角部屋なんで2つあるんでね、同じようにミッドタウン見えてますけど、おお。さっきも言いましたようにね、地域クーポンの1000円引くと、これ1210円なんで、むちゃむちゃいいですよ。まあ、運が良かったんですけどね。まあ、運もそうなんですけど、やっぱ自分ではね、いい、ところないかなと思って探したんで、まあ、ね、10万円とか払ってホテル、それもいろいろあるんですけど、探せばこういうのもいいってことでした。ちょっと料金的なおさらいをしますね。今回ね、ジャランを使いました。で、ジャランで、光だからね、あんま見えないんだけど、こう、いっちゃいますね。ジャランのね、で、税別で3010円。私の顔映ってなきゃいけないけどいいや。3010円のね、プランを、一泊頼んだんですよ。で、税別なんで、まあ税金かかって3000いくらかになって、今 GoTo トラベルキャンペーンで 35% オフ。で、2210円になりました。そこからですね、この1000円が、引かれるっていう形で、まあ実質1210円ぐらいでね、これが泊まれちゃうっていうね、この景色見れてしまう。まあ朝も楽しみですけどね。今、午後の3時過ぎぐらいですけど。もうこれで大満足ですね。ああ、一人旅には最高です。まあ他にも探せばあると思うんですけどね。昨日は変なホテル泊まったでしょ。で、それも最高だったし、今日ここ、赤坂、まあ青山一丁目って駅が近いんだけど、で泊まって、まあ明日は新宿ですけどね。いいホテルに恵まれました。まあたまたまこの部屋が良かったのかもしれないけどね。まあ皆さん私も東京都民なんですけどね。東京の旅ぜひ楽しんでください。はい。ってことでね、一旦この辺にしときますかね。はい。二段ベッドを一人上か下かどっちかにで泊まるというゲーム作家、マサでした。もうこの景色満足してます。じゃ最後ここでお別れしましょう。
はい、それではゲーム作家マサでした。ではでは。ご視聴ありがとうございました。